冬のトレモロ。あ、おはよう。この前はお疲れ様。トレモロってあれ、第一三章の一番最後のところのやつじゃん。おはようございます。ライブの時はありがとうございました。あー、気にしないで。そういや、トキヤ、あれからどうした？ちゃんと来た？はい、ライブには間に合いませんでしたが駆けつけてくれました。そっか、なんかあいつっていつも忙しそうにしてるよな。帰ってくんのも大体夜中だし、朝もすっげー早いんだぜ。4時にはもう出かけてんの。一体いつ寝てるんだか。そうか、おはやほーニュースの収録があるから早起きしなくちゃいけないんだ。パートナーが多忙だとはあんま練習できなくて大変だろ。いえ、そんなことは。ああ、俺が君のパートナーだったらよかったな。そしたらいつも一緒にいてあげられるのに。うん、俺君の曲すごい好き。トキヤが聴いてるの横で聴いててずっと羨ましいなって思ってたんだ。おう、おとや人のパートナーにちょっかいをかけないでいただけますか。おとやくん。あ、トキヤ、おはよう。おはようございます。ちょっかいって、俺は別に。っていうか、この子、お前にはもったいなくない？俺なら絶対寂しい思いはさせないのに。なんだか雲行きが怪しいような気がします。私は最善を尽くしています。心なしか一ノ瀬さんいつもより怒っているような。なんで？でもあんましかまってあげてないんじゃない？ステージだって一人で頑張ってたし、かわいそうだ。まあね、ステージのことは根に持ってるよ。遠慮なんかしてないで言いたいこと言った方がいいよ。あ、ほんと？うん。こいつ超鈍感だから、うん、はっきり言わないと伝わらないよ。ステージのことはもう少し一緒に、そうだね、練習ができたらなと思うこともあります。あ、でも大丈夫です。忙しいのはいいことです。この先一ノ瀬さんはもっとずっと人気者になります。そうしたらきっと今より忙しくなるから。だからわがまま言っちゃダメですよね。私も頑張らないと。遠慮はいりません。練習量が足りないのなら善処します。本当にありがとうございます。ふーん、思ったより優しいじゃん。なんかほっとした。嫌なこと言ってごめん。俺もさ、本当はお前の歌聴きたかったから、悔しくてつい。今のは八つ当たりみたいなもんだから気にしないで。どういうこと？音谷君のこと大事にしろよ。元よりあなたの言葉など気にしたりしません。隼人！ひど口ではそう言いつつも二人とも笑っていた。男の子の友情っていいな。あ、もうこんな時間。おはやほー、全国1000万のハヤトファンのみんな、元気かにゃ。今日のテーマはズバリ紅葉。色とりどりの葉っぱってすごく綺麗だよね。というわけで今日はこの後高尾山に行っちゃいます。ハヤト様じゃなかった。一ノ瀬さん今日も頑張ってるな。そうか、私ハヤト様とパートナーなんだ。あれ、なんだか意識したら急に胸がドキドキしてきた。どうしよう、一ノ瀬さんの顔まともに見られないかも。一ノ瀬さんやっぱりかっこいいな。何か？あ、いえ、今日のハヤト様もとっても素敵でした。そうですか。一ノ瀬さんが不機嫌な顔でそっぽを向いた。あれ、私何かいけないこと言っちゃったかな。やはり君はハヤトのような男が好きなんですね。ハヤト様と一ノ瀬さんは同一人物で、ハヤト様も一ノ瀬さんの一面なんだと思うけど。前にハヤトと話していた時もとても楽しそうでした。君はハヤトといる時、普段私には決して見せない顔をしていた。え、そうかな。確かにあたふたはしていたと思うけど。そういえばこの前え、音谷と親しくしていましたね。いつの間に仲良くなったのですか？いや、初代やからね、音谷くんはうん、親しいというほどでは。学園祭の時に。いや、でも助けてもらったよね、すごい。助けた？君を？まさか君の歌を音谷が歌ったんじゃ。
一ノ瀬さんが険しい表情で眉を跳ね上げた。いえ、その時たまたま司会をされていて、演奏前のトークを盛り上げていただきました。そうですか。ダメですね。君の曲は君のものなのに、誰が歌ってもいいはずなのに。デビューしてカラオケに配信されれば、それこそ全国の人間があの歌を歌う頭では分かっているのですが、オトヤがあれを歌ったと思ったら、どうにも感情を抑えきれなくなった。ああ、なんか歌の詞とかあんまり経験ないから新鮮やな。自分が作った曲を誰かが歌うっていう詞ってやろ。待って、でも確かにわかるかも。オトヤは少しハヤトに似ているでしょう。そうでしょうか。ええ、音やをもっと作り物っぽくすると、きっとハヤトに近い存在になります。音やを初めて見たとき驚きました。きっとハヤトが実在したらこんな感じなんだろうと。明るくて奔放で自由で、たまらなく人を引きつける。私とはまるで正反対です。そんなこと、一ノ瀬さんにも人を引きつける魅力があります。では聞きますが、私の魅力とは何です？技術ですか？ルックスですか？彼になくて私にあるものは？矢継ぎ早に目視立てられ、私は言葉を失った。一ノ瀬さんのいいところ、いっぱいいっぱい知ってるはずなのに、うまく言葉にできない。あのは一度、ハヤト様っぽく歌ってみてはどうでしょうか。なぜ？ハヤト様と一時くんは違います。でも、一ノ瀬さんとハヤト様は同じものを持っている。私にはハヤト様が作り物だとは思えません。一ノ瀬さんはハヤト様を否定しすぎる。もっとご自分の中にあるハヤト様の魅力を引き出してほしいから。私の中のハヤトですか。はい。すみません、今日はもうやめにしましょう。このままの気持ちで歌ってもきっといいものにはならない。はい。一ノ瀬さん、また眉間にしわが寄っていた。私、何かいけないことを言ってしまったんでしょうか。なんとなく帰る気になれなくて、私は教室で一人曲のアレンジをしていた。一ノ瀬さんが隼人様だと分かって、それまで一ノ瀬さんが必死に隠していた魅力を知って、私はどうしてもそれを引き出してみたくなった。てっきり隼人様だとバレないように一生懸命隠していたのだと思っていたけれど、一ノ瀬さんは隼人様のこと嫌いなのかな。あ、クップルダメだよ、教室に入ってきちゃう。クップルはいやいやとばかりに首を横に振った。おかしいな、いつもは素直ないい子なのに。今日だけだからね。私はクップルを膝に乗せて頭を撫でた。ねえクップル、私間違っているのかな。あ、ごめん、急にそんなこと言われても分かんないよね、実は。私はクップルに今日あったことを話した。一ノ瀬さんが隼人様と同一人物だって知ってるのは私だけだから誰にも相談できないけど、でもクップルになら喋っていいよね。それから私は夜になるまでずっとクップルに話し続けた。あれ、私寝ちゃってた？Good morning, little princess. 誰？目の前に見たこともない男の人が立っていた。艶やかな髪に浅黒い肌、彫りの深い整った顔立ち、まるでアラビアンナイトに出てくる王子様みたい。あ、あのどちら様でしょうか？セシルとお呼びください、我が君。手の甲にキスされてしまった。振る舞いも王子様みたい。あなたを涙の湖から救いに来ました。あなたは今迷いという名の混沌の闇の中にいる。差し出すべき手を持ちながらそれをしないのは罪。神の名のもと私は罪を犯せない。それゆえ今宵私はあなたを救う人となる。どうしよう、日本語のはずなのにさっぱりわからない。光が見えます。すっとセシルさんが私に顔を近づけ、至近距離から目を覗き込んだ。あなたの瞳には光り輝くステラがある。
それは飢えた旅人をオアシスへと導く希望の光。あなたが悩むことなど何もない。あの何がなんだか。あなたはあなたの愛する人の歌が好きなのでしょう。はい。でしたら何も心配はいりません。そうでしょうか。方法を間違えてしまうのではないかと。いいえ、あなたの瞳はまっすぐに彼を見ている。その目が間違いを犯すはずがない。結局昨日の人は何だったんだろう。あの後ちょっと目を離した隙にセシルさんは消えていた。もしかして私の幻覚だったんでしょうか。とにかく今日の練習の時、一ノ瀬さんともう一度ちゃんと話してみよう。そんなことを思いながらルワニアを歩いていると、ヒューガ先生と一ノ瀬さんの姿を見かけた。一ノ瀬さん。まさかお前がね。なるほど、最近調子が悪かったのはそのせいか。え、私？自分の名前が出た瞬間、私は声をかけるのをためらった。すみません、先生にはご心配をおかけしました。いや、生徒のメンタルをケアすんのも教師の務めだからな。気にすんな。にしてもお前は絶対恋なんかしないタイプだと思ってたから意外だったぜ。お前も一丁前の男なんだな。私も人の子です。人並みに恋くらいします。しかし早乙女さんの定めた恋愛禁止令を破るつもりはありません。私はどうしても私として一ノ瀬時矢としてデビューしたい。あんな作り物の用意されたシナリオのままに振る舞う隼人などではなく、私自身として。そのためには恋は封じなければならない。今ならまだそれができます。真面目だな。ま、教師である俺が言うセリフじゃないが、隠れて付き合うことだってできなくはないぜ。もっとも俺たち教師の目を、そしてあの社長の目を完全に欺ければの話だがな。はあ、無理でしょうね。私は多分初めて人を好きになったのです。私が好きになった人は作曲家です。この先彼女はその才能で音楽でたくさんの人を魅了するでしょう。え、それってもしかして私のこと？そんな風に思っていてくれたなんて。そんな彼女の将来をこんな一時の感情で奪いたくない。もっと彼女の作り出す歌を聴きたい。そしていつまでも歌い続けていたい。そのためならこんな痛みの一つや二つ耐えてみせる。一緒にいるために恋を捨てなければならないというなら捨ててみせる。それが私の覚悟です。一ノ瀬さん、そんなにまで私のことを。どうしよう、私はたまらなくこの人が好きだ。この人の期待に応えたい。私しか知らないこの人の魅力を引き出したい。そのためにはもっと好きにならないと。もっともっといっぱい愛情を込めて曲を作ろう。私は二人に気づかれないようその場を後にした。すみません、遅くなりました。 いえ、私もさっき来たばかりですから。あの一ノ瀬さん、いい歌にしましょうね。ええ、もちろん。君の歌を 100% 表現できるのは私だけ、そう自負しています。私も一ノ瀬さんの魅力を引き出す曲が作れるのは私だけだと思っています。この人が好き、この人とデビューしたい。そのために恋は捨てなくちゃいけない。初めて気づいた気持ち、本当は大切にしたい心だけど、今は心に鍵をかけてこの気持ちを封じよう。どんなことをしてでも、どんな規制を払ってでも、一ノ瀬さんにデビューしてもらいたいから。一夜限りのコンチェルト。今日は12月もやります。この部分はもっとテンポアップした方がいい。でも早すぎると言葉が埋もれませんか。それに関しては私の滑舌の問題ですね。
ある程度の速さまでなら対応できます。12月になり、今までより練習に割く時間が増えた一ノ瀬さんは、隼人様としての芸能活動の合間を縫ってできるだけ練習に参加してくれた。曲の完成度は上がってきたけれど、まだ完璧じゃない。なんとか今月中には仕上げないと。それからこの部分は不意に一ノ瀬さんの手が私の指に触れる。あ、どちらからともなく手を離し顔を背ける。はらりと落ちる楽譜を拾おうとしてまた手が触れ合う意識してはいけないと思えば思うほどかえって気になってしまい、どう反応していいのかわからなくなる。歌ってみましょう。そうですね。私は胸の高鳴りをごまかすように鍵盤に指を走らせた。恋愛は絶対に禁止。学園長先生の言葉が重くのしかかる。一緒にデビューするためにはこの人を好きになっちゃいけない。絶対に好きって気持ちを押し込めなくちゃいけない。絶対気づかれちゃいけない。だけどそうやって押さえつければ押さえつけるほど私の思いは強くなっていく気がした。おはようございます。おはよう。おう、おはよう。いや、レディー、今日もキュートだね。きっとドレス姿も綺麗なんだろうね。ドレスですか？クリスマスのダンスパーティーだよ。知ってるだろう？ダンスパーティー？そんなのあったっけ？うん、先週のホームルームで先生がおっしゃっていたでしょう。クリスマスにはダンスパーティーがあるからパートナーを決めておきなさいと。言われてみればそんなことを聞いたような。先週は期末試験のことで頭がいっぱいだったからホームルームは上の空だったかも。先生の話はちゃんと聞いておかなきゃダメだな。レディオもパートナーは決めたのかい？通常のパートナーとは違うのでしょうか？は？勘弁してくれよ。俺もショーも組んでる作曲家は男なんだぜ。何が悲しくて男とダンスなんか。なるほど。そういえば作曲家コースの人ってほとんどが男性だった。俺はレディーと踊りたいな。神宮寺さんがすっと私の腰に手を回す。すごいな。俺の部屋で愛のワルツを踊らないか？レン、彼女は私のパートナーだと言ったでしょう。一ノ瀬さんが私の肩を掴んで神宮寺さんから引き離す。あなたなら他にいくらでも相手がいるでしょうに。なぜ彼女に固執するんです？いつの間に名前で呼ぶようになったんだか。あなたには関係のないことです。そうだな、お前がレディをどう呼ぼうが関係ない。俺は俺の心のままに愛をささやくだけさ。どう対応したらいいんでしょう。あ、いたいた、トキヤ。ごめん、昨日借りた教科書を返し忘れてて。あれ、取り込み中？なんかダンスパーティーで誰がこいつと踊るかで揉めててさ。へえ、面白そうだね。じゃあ俺も立候補。おとや、あなたまで何を？だって俺も一緒に踊りたいもん。立候補できるならしたいじゃん。だったら俺も立候補する。まったくあなた方はどうしてこう話をややこしくしたがるんですか？ややこしくなんかないとてもシンプルな話さ。で、レディは誰と踊りたいんだい？でも正直さ、こっからさ、翔ちゃんと踊って翔ちゃんと急展開ルートとかあったら僕行ってたと思うね。いや、一ノ瀬さんと。チェ、やっぱトキヤがいいのか。まあトキヤはパートナーだもんな。当然といえば当然か。はあ、残念。本当は一番選んじゃいけない人だったのかもしれない。大好きだけど好きと告げてはいけない人。でも今だけは自分の心に素直になってもいいよね。クリスマスのダンスパーティーが終わるまでの短い間だけなら。私と踊っていただけますか？すっと目の前に手が差し出される。はい。私は小さくうなずいてその手を取った。それはきっと最初で最後の恋の思い出の思い出、最後にしなくちゃいけない淡いメモリー。
放課後、私と一ノ瀬さんは曲作りの合間にダンスのレッスンを始めた。ダンスパーティー当日に流れる曲目はヒューガさんに聞きました。こちらを流しながら踊りましょう。はい。そうしてプレイヤーから流れてきた音楽は、え、おはヤフーニュースや、これって隼人様の曲？な、間違えました。こちらです。一ノ瀬さんが慌てて CD を差し替えた。一ノ瀬さんでも間違えることってあるんだな。一言でダンスといっても様々な種類がありますが、今回のダンスは社交ダンスですね。経験は？僕よさこいはあるよ、そこそこ。初めてです。そうですか。では一から教えていくしかなさそうですね。未経験者ですが一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。私はペコリと頭を下げた。何分初めてのことなので、手足をどう動かしていいのかも分からず、ステップを踏み間違えて足を踏んでしまったりしないよう気をつけなくちゃ。初めからあまり激しいことはしませんから、肩の力を抜いてリラックスしてください。そう言って一ノ瀬さんが私の肩をポンと叩いた。はい。私はピシッと背筋を伸ばして返事をした。リラックスしてくださいと言ったでしょ。そんなに緊張していてはうまく踊れない。大丈夫、私に全てを委ねてください。一ノ瀬さんが優しい笑みを浮かべて私の髪をそっと撫でた。はい。手の位置はこう、こちらの手はしっかりと絡めるようにつなぎます。そう、こんな感じに。一ノ瀬さんが手の位置や足の踏み出し方、目線など事細かに教えてくれた。踊りながら教えてくれるから、いつもよりずっと距離が近くて、そしていつもよりずっと優しくしてもらっているような、そんな気がした。まだぎこちないですね。すみません。このようなダンスはぎこちないままでは格好がつきません。私に惚れるくらいのつもりで踊ってください。私が一ノ瀬さんに、その一ノ瀬さんというのもなんとかなりませんか？え、あ、なんと呼びすれば？私は君のことを下の名前で呼んでいます。ですから君も私のことをトキヤと。はあ、な、名前で呼ぶ私が？そんな大それたことをしてもいいのでしょうか？できませんか？君は一度学園祭の時にそう呼んでくれたでしょう。あの時は。無意識に呼んでいて。つまり心の奥底ではそう呼びたいと思っていると。え、あ、そうなのかな。無意識とはそういうものでしょう。君はいろいろなしがらみにとらわれすぎる。もう少し自分の心に素直になってみては。心に素直になっていいのかな。我慢しなくちゃいけないのに。そんな顔しないでください。まるで私がいじめてるみたいじゃないですか。そんなことは。いや、君が嫌がっているのに強要するのは立派ないじめですね。すみません、この件は忘れてください。あの、私頑張ります。その名前で呼べるように。え、ではよろしくお願いします。そう言って一ノ瀬さんがにっこり微笑んだ。はい。え、問答無用の笑顔、これは逆らえそうにありません。そして私たちはダンスの練習を再開した。そこで右足を前へ。おっと、どうしてもタイミングが合わず私は時々転びそうになってしまう。そしてその都度一ノ瀬さんに助けられた。はあ、これで何度目ですか？ちっとも上手くなりませんね。怒ってるやん。一ノ瀬さんは私を抱き止めたまま大きなため息をつく。私のリードが悪いのでしょうか？困った顔で一ノ瀬さんがじっと私の目を見つめた。違います。では何が問題だと？それは一ノ瀬さんといるとドキドキするからなんて言う。それは、あ、私が下手だからです。ごめんなさい。いえ、そのための練習です。
早く上達してください。はい。君が踊れるようになるまで私は何度だって教えます。本番までには必ず踊れるようになっていただかないと困りますからね。よろしくお願いします。そして私たちはダンスパーティー当日まで幾度も練習を重ねた。ダンスパーティー当日、パーティー会場はまるでどこかの国のお披露のようだった。大理石の床、天井には光り輝くシャンデリア、テーブルの上には高級ホテルのビュッフェにあるような豪華な料理が並んでいた。音楽はプロの楽団による生演奏だし、階段には高級そうな真っ赤な絨毯が敷いてあった。一応学園から支給されたドレスを着てきたけれど、私みたいな庶民は間違いなんじゃないかな。トキヤ君、あのなんか悪のプレート持ったアルセウスみたいな伝わるかなその少々驚きました。あ、やっぱり似合わないですよね。孫にも衣装とはよく言ったものです。は？お前が孫かよありがとうございます。トキヤ君もそのかっこいいです。当然です。それにしても喜んでないよ。孫にも衣装と言われて、あごこだけや本当に君は変わっている。レディセンドジェントルメン、皆さんお待たせしました。楽しいパーティーの始まりです。今日はブレイク、皆さん楽しんでいってください。私と踊ってくれますね。はい。ステップは覚えていますか？はい、大体は。そうですか。では私がリードします。君は私に全てを委ねればいい、はい、それと今日だけは私のことを。分かって。ドキア！いや、何でもありません。おうおうおう、白いね白いね。ダンスなのだから当然なのだけど、体と体がすごく密着して、手も腰に回っていたり肩にかけていたり、顔を上げるだけで吐息がかかりそうなほど近くに一ノ瀬さんの口、どうして唇があって。顔を上げてください。あ、はい。緊張しないで、もっと私に身を任せてください。一ノ瀬さんが優しく微笑み、手をぎゅっと握ってくれる。はい。たくさん練習したからか、呼吸を合わせれば割とスムーズに踊ることができた。でもいつもと違う服装だからなのかな、すごくドキドキする。それに一ノ瀬さんの目がいつもよりずっと優しくて、ああやっぱり私はこの人が好きなんだと、そう確信してしまう。今ここで好きと言えたら。どうしました？あ、はい。心ここにあらずといった感じでしたね。一体誰のことを考えていたんですか？この時だけは私だけを見ていてください。はい。真剣な眼差し、優しくて甘い瞳に吸い込まれそうだった。はあ、さすがに踊り疲れましたね。はい。今日は私も少し浮かれていたようです。浮かれポンチが。そうでしょうか。ええ。でも今夜限りです今日を過ぎればまたいつもと同じ日常。そうでなければなりません。一ノ瀬さんの目が切なげに私を見つめる。きっと今私たちは同じ気持ちなのだと目を見て分かった。分かってしまった。好きと告げてはいけない。だけどどうしようもなく好き。もう気持ちを抑えることなんかできない。あの、私、トキヤ君のことが好きです、ずっと。多分最初に出会ったあの時から。言ってはいけないと思って、抑え込んでいた一言が口をついて出た。言葉にしてしまった言葉にせずにはいられなかった。ザーッと、冬の冷たい風が私の頬を撫でていった。一ノ瀬さんがひどく、悲しそうな顔をして私を見つめる。一目惚れに根拠がある。ということを、君は知っているだろうか。人は本能的に自分にはない遺伝子を探そうとするらしい。自分に足りないもの、
欠けているものを補おうとするのだそうです。なんか生々しい。足りないもの？ええ、その情報は人のフェロモンの中に隠されているらしいのです。そして互いに足りないものがぴったり合う者同士が出会うと、本能的にそれを感じ取って恋に落ちる。よく運命の人に出会った時、頭の中で鐘が鳴ったなどと言うでしょう。それにはこんなメカニズムがあるそうです。私もよくは知らないのですが、昔そんな話を聞いたことがあります。正直に言うと、私も君のことは気に入っている。パートナーが君だと知ったとき、口では厳しいことを言いましたが、本当は嬉しかった。ドキョ君、しかし生物が恋に落ちる仕組みとは別に、我々人間は社会の仕組みも考えなければならない。この学園、いや芸能界において、シャイニング早乙女の力は絶対です。そして早乙女さんが定めた絶対のルールこそが恋愛禁止令。かつてこれを破り学園を、芸能界を去った者がどれほどいたか。私も一応業界人ですからね、そのあたりの事情はよく知っています。それは分かっています。だから好きって言っちゃいけないってずっと思えば、私はこうなることを心のどこかで感じ取っていたのかもしれません。君を気に入っていた。音楽家としても評価していた。人としても。それでも君に冷たく当たり続けたのは、互いに辛い思いをすると分かっていたから。冷たくなんかなかった。トキア君はずっと優しかったです。厳しい言葉も裏を返せば全部優しさだった。買いかぶりです。私はたくさん君を傷つけたでしょう。そんなこと、いや今となってはどちらでも良いことです。どのみち君は私を好きになり、私もまた、しかし意志の強い視線が私を射抜くように見つめる。私は夢を、ハヤトとしてではなく、私の歌でデビューする。その夢を、どうしても捨てきれない。あんな偽物のまま、表現し続けることなど。だから、君の気持ちを受け入れることは、うん、できない。振られた？分かりきっていたことも、はい。でも君の作る曲は好きなんです。本当は君が他の誰かのために曲を作るかと思うだけで胸が張り裂けそうになる。一ノ瀬さんが唇をギュッと噛みしめた。ドキャ君、私はひどい男です。夢と君を天秤にかけて、そして夢を取った。そんな私が君のそばにいられるはずもない。そんなこと、互いに思い合い通じ合っているのに触れることが許されない。目の前にいるのにですよ。耐えられますか？気持ちを抑えていられますか？それに恋愛が禁止されている以上、両思いと判明した時点で拘束違反となる。ここに残りたいのなら、お互いに距離を置くべきです。隣にいていいはずがない。一ノ瀬さんの言葉は正論。それに恋心は封印しなくちゃいけない。そう思っていたはずなのに、私は自分の思いを告げてしまった。そばにいるのに恋を諦めるのがどれほど大変かなんて言われなくてもわかる。私は夢のために君を諦めた。いえ、諦めなくてもならない。だからこそ私たちはそばにいてはいけないのです。
本当はもっと早く決断すべきでした。しかしずるずるとここまで来てしまった。いい節目だと思ったんです、ダンスパーティー。今夜を境に私は恋と決別する。トキオ！だからそれまでは。え、待って待って待って、トキアさんはじゃあ自分の心の中でダンスパーティー、それを境にもう離れるって決めてたわけ。だからそのこれでもう君の歌を歌うのは最後みたいなことを言ってたってことで、僕はもうトキアさんと離れて違う人のために曲を作っていく人生を歩んでいくっていうことな。でもそれは胸が張り裂けそうなほど辛いけどってこと。いや、トキアさん。いや、じゃ待って、トキアさんさすがにさ、ちょっと、急すぎん、いつも思うんだ。トキさん、順番おかしいよ。そう思ってたんだったらさ、こう、初めから言ってくれないとさ。いや、まあまあ、まあね、あごごもあごごやから、あれや、まあ好きになってもうたんやろうけどさ。いや、待ってよ。違うや、違うや。だってさ、だってさ、いや、まあゲームやからさ、仕方やで。でもさ、まずさ、ハヤト様って、その、文化祭の時にさ、遅れてきてからさ、ハヤト様でしたって言うんじゃなくてさ、ごめん、実はハヤトなんだ、だから遅れるかもじゃない普通。ごめんごめんごめん、僕はね、そう思ったな。思ったんだ。今回もそうだな。あの、告ってからさ、でもやっぱり、あ、ごめん、やっぱり自分、あの、ダンスパーティー終わったらちょっと、あの、距離取ろうと思ってました。じゃなくてさ、あの、先にさ、あの、ダンスパーティー終わったら、で、最後にしようぜ、みたいな感じで、ダンスパーティーの練習も励みたかったな、僕は。もうこんな。いきなりこんなこと言われると思ってなかったからさ、振られちゃったな。最後に優しくしてくれたんですね。すみません。おい、君を惑わせて。トキア、惑わせやがって。人の心、人の心、心がないって。これさ、心がないと噂のバリミューダからだからさ、な、なあ、トキア、トキア、今日はまだ終わっていません。行け、行け。時計の針はまだ12時を告げてはいない。しかし、最後なんでしょ。私も夢は諦められない。だから、だけど、涙がこぼれそうになるのを私は必死でこらえている。ここで泣くのはやめてください。ほだされてしまう。どういう意味ほだされるって。ゲット、一ノ瀬さんが私をと、やめろよ！もう触んなよ！君の泣き顔なんか、見たくない。だから。だから？え、優しい瞳が私を見つめる、そして。笑って。はい。まぶたに軽いキス。トキアくん。お、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 え、終わり？終わり？え、もしかして恋愛足りんかったからこうなってる？深夜、0時の鐘の音とともに、一ノ瀬さんがすっと私の体を離した。え、解散？タイムリミット。嘘！さよならです。いやいや。パートナーを。え、え、え、解消しましょう。ロマンチックやけどさ、トキアさん結構マイペースだね。ちょっとやめてよ。パートナー解消。その言葉が私の心に深く突き刺さる。いっそ君なんか嫌いですと言われた方がよっぽど。いくら一緒にいても思い合っていても付き合えないって分かっている。それがどんなに辛いことかも。でも一緒にいられないことの方が、同じものを目指せないことの方が何倍も辛い。嫌です。私は絞り出すような声でそう告げた。なぜ？私はあなたが好きです。でもそれ以上にアイドル一ノ瀬トキアが好きなんです。絶対デビューしてほしい。それも他の人の曲じゃ嫌です。私の作った曲でデビューしてほしい。アイドルと作曲家として一緒に高みを目指したい。あなたの曲で、あなたの歌でなければ私の夢は叶いません。一緒にいるために好きな気持ちが邪魔になるなら、私はそれを封印します。あなたにそれができますか？僕はできん。自信になんかこれっぽっちもない。でもそれしかないから、やるしかないから努力します。私はどうしてもあなたに私の曲を歌ってほしいから。一ノ瀬さんはしばらく黙って考え込み、ふうとため息をついた。わかりました。え？では、え？1ヶ月以内に曲を完成させてください。どうしてもこの曲でなければ卒業オーディションに出たくない。そう思わせるような曲ができたのなら、私は恋を完全に捨て去り、君を一人の作曲家として見られるかもしれない。
そうじゃなくても作曲家として見てほしいんだかな。いやごめん、トキヤさん好きな人ごめん。僕トキヤさんに今疑問を抱いてる。はい頑張ります。いやゴーゴさん、ちょっとさ、チェックくらいは付き合います。チェックくらいはじゃない、当たり前。そんな曲ができたら聞かせてください。それ以外での交流は極力避けましょう。メールし、メール、今日お休みメールしたら怒られるから。いいですね。いやお休みって言って。はい。でも辛いけど直してしまったのだと思う。だけどどうしても諦めきれなかった。だから後悔はしない。私はこの人とデビューを目指す。今はそれだけでいい。じゃあ午後さ、そんなうんうん言ってたかい。イエスマンやで、逆イエスマンやで。イエスマンや、普通におかしいって。え、ちょっと待ってよ、1ヶ月以内ですか。ちょっと勘弁してくださいよって言うな。100100来たんちゃうかな。おお、やったね。